準備ができたら中級試験を始め。確認させて。うん、ポーションも基準を満たしてる。ヒヒ、オイラたちますます慣れてきたな。あなたたちに頼んでよかった。今回も私からのお礼を受け取ってね。
君たちか、久しいな。オイラの見間違いじゃないよな。ディルクの旦那だぞ。あら、ディルク様、あなたみたいに忙しい人がここに来るなんて、一体どういう風の吹き回しかしら。騎士団が新しい商売を始め、かなり好調に進めているとエルザーから聞いた。現地で実際に確認した方がいいと勧められたから、こうして見に来たんだが、君たちがプロジェクトリーダーを務めていたということなら納得だ。どうやら騎士団は最も信頼できる人物に依頼したらしい。確かエルザーって暁ワイナリーの執事だっけか。ワイナリーからあんまり出てこないあいつまでオイラたちのことを耳にしてたってことは、つまりオイラたち、まさかもうモンド中に名を馳せちゃってるのか。もっと自信を持っていい。ワイナリーのジムはかなり煩雑なんだ。本当に脅威となる相手が現れない限り、エルザーがわざわざ僕に知らせることはない。これほど短い期間に完璧な供給網を作り上げ、さらにテイワット各地にまで手を広げるとは。もしこれが酒造業者ならとっくに暁ワイナリーの強敵となっていただろうね。脅威、強敵、あら、かわいこちゃんったらワクワクしているみたいね。もしかして実はとても期待しているのかしら。どちらが詳細に長けているか、モンド随一の酒造業者と勝負したくなっちゃった。君との勝負か。わ、君ほど見識深い人物が相手となれば、商売の面では今までにないほどの挑戦となるだろう。だが先ほどの説明はあくまで酒造業ならという話だ。君たちの錬金薬はどんな酒とも競争関係になることはないよ。むしろ君たちの錬金薬の売れ行きがいいことは暁ワイナリーにとってメリットになる。錬金薬が売れるとワイナリーの商売にメリットってどういうことだ。一体何の関係があるんだよ。説明するとちょっと複雑な話になっちゃうけれど、多くの人にとってお酒は暇つぶしに使う消耗品でしょ。そして暇な時間っていうのは仕事をして十分なモラを稼いだ後でないと作れない。うん、リサは一番肝心なところを説明してくれた。君たちの錬金薬には作業効率を上げる効果がある。普及すれば人々はより早く仕事を終わらせ、暇つぶしや消費行為に多くの時間を割けるようになるだろう。そう言われると確かにそんな気がしてきたぜ。手を止めてられないほど忙しいやつはどう考えてもお酒を飲んでのんびりする暇なんてないだろうしな。そんな風に繋がってるなんて、商売って本当に奥深いぜ。いや待てよ、つまりオイラたちもディルックの旦那と一緒に大儲けできるってことじゃないのか。ディルックの旦那もオイラたちが作った薬を試してみてくれよ。ああ、僕も
錬金薬の効果に少し興味がある。そうだな。過度の緊張状態にあるものをリラックスさせつつ、細部への注意力を高められるポーションというのは頼めるだろうか。あら、なんだかまるっきり矛盾した要求ね。少し気になったんだけど、可愛子ちゃんがお望み通りのポーションを完成させたとして、一体何に使うつもりなの？さっき忙しくて休む暇のない人の話をしたと思うが、そういう人々もまた大事な顧客層の一部を占めているんだ。仕事の重圧から解放されたばかりの人が短時間で完全にリラックスすることは難しい。疲れのあまりただダラダラと時間が過ぎるに任せるということもあるだろう。過度の緊張状態でも無気力状態でも、享受できるはずのものが存分に楽しめなくなる。例えば料理と酒の神髄をね。言われてみれば確かにそうだな。オイラにも覚えがあるぞ。たまにだけどさ、一日中あちこち駆け回った後ってヘトヘトなのに全然リラックスできないんだ。おまけにご飯まで美味しくなくなっちゃって。可愛子ちゃんったら、毎日大変だったみたいね。お姉さん心配だわ。お茶菓子を用意しておくから、暇ができたらお姉さんと一緒にゆっくり休みましょう。とにかくディルックの旦那はみんながお酒の美味しさとか生活の楽しさを感じられなくなるのを防ぎたくて、だからバランス状態を保てるようになる薬が欲しいってことだよな。うん、本来じっくり味わうべき酒をいい加減に消費することは、飲む者にとっても作る者にとってももったいないことだ。精神的な倦怠感を抱える人には適度な集中力を、緊張しすぎている人には適度な安らぎを与え、二つのバランスを取れるように助けられれば、そうした状況も減るだろう。にしてもすっごい注文だな。どんな錬金術師にとってもきっとかなり難題だと思うぞ。錬金薬に使う原材料をどう組み合わせるかしっかり考えてこうぜ。
ポーションは出来上がったか？リルックの旦那、ご注文のポーションが出来上がったぜ。試してみてくれ。もう少し時間が必要かと思っていたが、順調だったようだな。悪くない。うん、想像以上にはっきりした効果だった。君の才能は相変わらず僕に嬉しい驚きをくれるな。約束通り、暁ワイナリーはこのポーションを大量に購入しよう。輸送の方はエルザーが手配してくれるから案ずる必要はない。このポーションは職人たちを通じてろうそくやアロマに入れてもらう。それを酒におまけとしてつけ、飲む時に使ってもらえるよう進める予定だ。なるほどね。錬金薬とお酒を飲む環境自体を溶け合わせる。とても暁ワイナリーらしい販売策だわ。ディルックの旦那もうなずいてくれたし、普通の客からもきっとすごいって思ってもらえるよな。美酒と錬金アロマという組み合わせが商業的にどれほどの成果を出せるか、まだまだ検証を重ねる必要がある。お先に失礼するよ。今回はとても楽しい協力関係だった。これからも君たちへの注文が増え続け、僕たちも持ちつ持たれつの関係を続けていけることを祈っている。君の作品と飲み物がどんなハーモニーを生み出すのか、時間ができたらエンジェルズシェアへ試しに来てくれ。うんうん、オイラも気になる。